皆さんこんにちは、証券ママです。今日はフキの青煮を作ります。キャラブキは普通の煮物も美味しいんですが、たまにはこういった綺麗な色のちょっと上品な感じの青煮はいかがでしょうか。ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずフキですね。これは野フキとか山フキとか言われている、ちょっとうちの庭にあったフキです。山とかね、野に生えているフキです。スーパーで売ってるフキはもっとこの1メートルぐらいの長い愛知わせフキっていうフキなんですけれども、まあどちらでも作れます。今日は野フキを使います。これね、今これ 300g ぐらいあります。調味料の方です。今日はお醤油を使わないでね、緑煮にしていくので白だしを入れます。今日はキッコーマンの旨味広がる香り白だしという白だしなので、他のメーカーさんのだとちょっと塩分が違うかもしれません。これを大さじ3、みりんが大さじ1、お砂糖が小さじ1、お塩はね好みで、これ小さじ4分の1から5分の1、お味を見ながら入れていきます。あとお水が 300cc、 あとね、生姜、おろし生姜ですね。これね、出来上がった後ちょっとトッピングしていくととっても美味しいのでね、生姜を1かけぐらい用意してください。あとですね、このフキを板ずりしていく時のお塩が必要になります。材料は以上です。はい、まずねフキですね。これね、少しこのね下の部分は少しね1センチほどちょっと切りますね。はい、そしたらねお塩で板ずれしていきますね。お塩ね、これ大さじ1ほど、これ適当でいいです。これちょっと多いので2回に分けますね。そして手がね、これアクで黒くなるので、フキの場合ねちょっと手袋とかした方がいいかもしれません。爪の間がね真っ黒になっちゃいます。で、塩でよーく、多めの塩でね、少しぐらい多くてもいいです。こうやって板ずりしていきます。はい、このようにねお塩で板ずりしたら、お家で一番大きいフライパンね、こんな感じのものです。これにもね、本当は1本のまま入れたいんですよね、筋取りが楽なので。でも入りきらないのでね、これを半分にね切って茹でていきます。はい、フライパンにねお湯をね沸かしました。そしたらね、フキを茹でていくんですけれども、これね、フキの太さによって茹で時間がちょっと違ってくるんですけど、だいたい3分から5分、3分くらいでいいと思います。まずねちょっと太い方から入れますね。そして一応3分にセットして3分茹でてきますね。ちょっと30秒ほどしたら細い方も入れます。だいたいこの太さのちょっと細めのフキなら3分くらいでいいです。これね、茹ですぎても美味しくないですし、歯ごたえがなくなって、それから早すぎてもねちょっと硬い感じなので、3分くらいがいいと思います。じゃあね、ちょっと3分ね茹でていきます。はい、3分経過したのでね、ちょっとね太いところをちょっとね見てみます。こうやってねちょっと押さえても、こうちょっとこうも柔らかい感じで、これでもう大丈夫です。じゃあね、火を止めてザルにあげてきます。はい、こうやってザルにあげて流水で十分冷やしたら、さらにねこうやってお水につけてね10分ほど置いてね、ちょっとねアクを抜いておきます。それではちょっとねしばらく置いておきます。はい、10分ほどねアクを抜いたので、これでね筋を全部取っていきます。この筋取りのところがねフキは一番めんどくさいです。まずね、このできればこの太い方ですねの、ここをこの根元というかね下の方を、太い方をですね、これ一周ぐるっとね皮むきます。皮というか筋をね、はい、これね、すぐにこの
取れるので、そしたらねもうこのままスーッと下まで剥いていきます。こんな感じですね。もうね十分柔らかいです。これほんと茹ですぎないようにしてくださいね。これうちの取れたて抜きだから余計柔らかいです。こんな感じでね筋が取れました。そしたらねこれね全部やっていきます。はい、こんな感じにね筋をね全部取りました。これね最初 300g ぐらいあったんですが、筋を取ったら 250g くらいになりました。じゃあねこれを5センチぐらいにね切ってきますね。はい、それではね5センチぐらいにね切ってね、もう一度ねよくねまだ少し筋がついてたりするので洗ってザルにあげてきました。そしたらあとは煮ていくだけです。煮るというよりほんのさっとです。今日は緑煮なのでほんのさっとです。まずねこういったお鍋に調味料全部入れてしまいます。まずお水が 300cc です。それから今日はキッコーマンのね旨味広がる香り白だし、これを使っていきます。これを大さじ3入れます。そしたらみりんを大さじ1入れます。それからお砂糖は小さじ1入れます。あとはお塩なんですが、お塩はねこれ様子でね、もしね薄いようでしたら後で足せるので、とりあえず小さじ5分の1か1/4、これ2分の1のスプーンなんですが、このぐらいですね。なので5分の1ぐらいでしょうか、入れます。ちょっとね味が薄かったら後で追加できるので、とりあえずこのくらいにしておきます。はい、こんな感じにね今の出汁を全部入れたら、これ今一回沸騰させます。今日は緑煮なので、あまり煮てしまうとね綺麗な色がね出なくなってしまうので、とりあえず煮立てますね。はい、このように沸騰してきたらふきを入れます。はい、そしてもうふきは十分柔らかくなっているので、これで再沸騰したらもう火を止めてしまいます。はい、再沸騰したので火を止めて、すぐにふきだけザルにあげますね。はい、このようにねすぐにザルにあげてください。色が変わってしまうのでね。そしてこのお汁をお汁とふきに分けてください。じゃあね、ふきはザルにあげたらね、これねすぐに本当はうちわでね後で冷ましますけれども、その前にこのお出汁の方ですね、これお塩味がもしね足りなかったらこれ少し足してもいいです。今日は小さじだいたい5分の1ぐらいでちょうど良かったので足しませんでした。はい、そしたらこのお出汁の方はね、こういった氷水に入れてね、これなるべく早くねこれ冷まします。自然に冷めるのを待ってもいいんですけれどもね、急いでいる時には氷水でねこうやってちょっと混ぜながらねこれね冷まします。はい、そしてねふきもね早く冷ました方が色が変わらないので、何かこうやってうちわか何かでねこうやってね冷まします。ちょっとね、なるべく早く冷ましたいのでちょっとね混ぜたりして、このね金属のねボウルの方がね早く冷めるので金属がいいと思います。はい、このようにねお出汁もねふきも冷めました。そしたらねあとはねこれね漬け込んでいきます。今日はね青煮なのですぐにはねまだお味が染みてないので食べられないです。食べられないというかお味が薄いです。そしたらねこういった清潔なねこういった
タッパーなどにね、拭きを全部入れちゃいます。そしてね、このお出汁もこの中にね全部入れちゃいます。はい、こんな感じでね、しっかりね、あの拭きがね全部ね浸かるくらいのね、これ量にねお出汁はしてあります。はい、こんな感じで拭きが全部お出汁に浸かったら、これも冷めているのでね、そしたら蓋をして、これでね冷蔵庫で、そうですね、これね半日以上漬けた方が味が染みてとっても美味しいです。じゃあね、これでそうですね2時間くらいでも食べられると思うんですが、半日とか一晩以上ね漬けると本当にお味が染みて美味しい拭きの緑煮になるのでね、あのやっぱり少し長めに漬けてみてください。じゃあこのまま冷蔵庫に入れます。はい、それでは半日ほどね漬けたのでね、ちょっと見てみます。こんな感じにね色も綺麗なままです。そしたらね、今日生姜をね少しねのせると美味しいので、ちょっと生姜をすりおろしますね。これお好みでいいです。はい、こんな風にね盛り付けたらね、少しねこのね漬け汁もかけます。そしたら生姜をね少しのせます。これでふきの緑煮の出来上がりです。とってもね綺麗な色に仕上がりました。これ冷やしてね、こうやって今冷蔵庫に入れて冷やして食べるととっても美味しいです。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。はい、こんな感じにとってもね綺麗な色に仕上がっています。ちょっとね生姜をね、あのちょっとタレに溶かしてね、溶かすというか混ぜてちょっといただいてみます。はい、こんな感じです。じゃあいただきます。うん、吹きもね、歯ごたえがまだ残っていてね、とっても美味しいです。それから今日ね、このお出汁ですね。これね、あの、作りたてだとちょっとこの、まだ染みていないのでね、最低でも3時間くらいは漬け込んでから食べてみてください。今日はね、半日ほど漬け込みました。そしてこの生姜をね、少しこの、一緒にいただくことでとっても爽やかで美味しいです。今日はね、白出汁を使ってね、あのお醤油使わないで色をつけないような感じにしてね、あの緑煮にしてみました。普通のねふきの煮物も美味しいんですが、たまにはこうやってちょっと料亭風のね綺麗なこの緑色のねふきの煮物もとっても美味しいと思います。よろしければ作ってみてください。ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にもふきを使ったレシピの動画もあるので、よろしければ概要欄に貼っておくので、合わせてご覧になってみてください。それでは皆様、お元気でまた次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。